回ね、この飲み会で話したいっていう話があったんですけど、その新社会人になって実際金ないんですよ、実際のところ全然ないですよ。社会人1年目は、うん、上京してきてるし、うん、一人暮らし。だから俺は最近副業始めましたそうなんだ、髪の毛するんだけど、だから自分の髪、自分の手でも後々いいかもしれないけど、で最近いろいろ勉強してるんですよ。動画も勉強してるし、その お金のことも勉強してるしてて、でこんなこと言ったら普通の社会も知らんけど、こんなこと言い出したね、なんか言い出したみたいになるけど、まあただなんで、今見てる人も一切もただなんで、俺がこう情報を聞くのは、まあ、本当かやと冗談半分じゃないわ、その疑いながら全然聞いてもっていいんですけど、人生何事もやっぱ一歩目踏み出さないと始まらないなっていうのはすごい最近身に染みたんですよ。多分一切あんま YouTube してるからすごい分かってると思うけど、ただ例えば見てる人が学生だとして、学生から社会人になって仕事終わって帰って飯食って寝て仕事して、その繰り返しになるんですよ。本当もったいない、うん、なんかね、毎日すごく無駄にしてる感じしかない。そうそう、それを繰り返してるな。それを実感し始めるね、この時期になって。社会人ちょうどちょうどね、半年ぐらいね、そう社会人になって半年ぐらい経ってくね、それはなんか毎日すごく、うん、もったいない時間だな、同じ生活の繰り返しで、うん、多分イッセさんもそれに気づき始めたから動画を上げようってなってるし、そう最近そこの合意というか意見が一致したんですよ、俺とイッセさんの LINE で。最近なんかマジで社会人でつまらんみたいな、俺とイッセさん境遇も一緒だし立場も一緒だから同じことを思うんですよ、同じタイミングで。社会人になってあれ、社会人って案外金ねえなってなって、金もないし楽しくもないんですよ。言うほど楽しくもないですよ、うん、金も言うほどない、うん、ボーナスもしっかり出ないし、ちゃんと1年目は、1年目ってほんまカツカツなんですよ。1年目が一番しんどい、うん、でおまけに一人暮らし、うん、そうそうそう、いろいろ状況とかしてるの、いろいろかかってくる、うん、特に関東だと家が高い、そう家賃が高い、そうだからそこですね、一番しんどいのはやっぱ生活費かな、うん、お宅もしてたらなおさらね、なおさらで、なんか仕事終わってやらないとこれほんまにダメな人間になるなって思うんですよ。学生の方よく言ってほしいんですよ。学生はとかく早く社会人になりたがるから、うん、俺もそうだったんですよそうバイトして学校して卒論してってめっちゃ大変なんですよ、大学生とかって。でも大変な分時間がないからこんなこと考える余裕ないんですけど、社会人になったら金もないし、金もないけど時間はあるんですよ、終わったら、仕事終わったら時間はもちろん時間は割と意外とある、時間は。バイトしてる時間が全部ないんで、まあ、もちろん残業とかしてる人は忙しいと思うんですけど、普通のホワイト企業に入ったら普通に残業もないんで。ホワイト企業なんで一応一応ホワイト企業からほぼほぼ毎日定時で帰ってるから、そうそうそう、残っても30分とか1時間とかそれぐらいかな、うん、基本ないんで大体そう、割と夜は早く帰れるんですけど、うん、だからなんか趣味ないかなってやったら YouTube があるなってるんで、俺らは YouTube しようとなって、で、まあ、これ聞いてる人だけに伝わるのでもうしめしめと思ってほしいんですけど、これ見てる人は自分最近副業始めて、さっき冒頭で言ったんですけど、その動かないとほんまに何も始まんないなっていうのはもう思ったんですよ。とりあえずやらないと、そう何かしらで、やっぱ人間って結局動くのってピンチになる時なんですよ追い詰められたら動くんですよで、焦り出すから、そう金がなくなってマジでヤバいってやったんですよ最近で、親に今の社会人はもう普通に給料だけど生活できないから副業しなさいって俺言われたんですよ親に言われちゃった、そう金ねえし親にまで言われるぐらいだから、うん、本当にヤバくてヤバいっすね。でクラウドワークスっていう、うん、あのあるサイト始めて、あるある、それはもう外注を発注したりして、うん、言うたら内職、軽い内職みたいなのができるみたいな、そう言って、で、俺もともと YouTube 動画配信してたりしてたんで、動画出たんで、もう自分の動画さ、チャンネルには動画上がってるし、で、しかも YouTube の仕事って結構あるんですよ今最近、まあ、多分探したらいっぱいあるんですけど、 YouTube が儲かるとかいろいろ検索したらいっぱい出てくるんですけど、そう実は YouTube って儲かるんですよ、この世界って意外と、そうなんか出す人も儲かるし、儲かる、いろいろあるけど、そうやり方次第は全然お金入ってくるんですよ。で、YouTube は自分で YouTuber になって、そのインフルエンサーになって、視
視聴数でお金稼ごうっていうのは無理なんですけど、まあ今の自分でも無理だし、結構頑張らないと可能性も低いと思うんですけど、その YouTube を編集するっていうスキルが自分にはあったんで、その今まで動画とかしてたんで、それで、副業できたんですよ。俺はそれを最近知って、まあ、実際ほんまにピンチにならないとこの話聞いても動かないと思うんですけど、そういうのあるのっていうのは実際知っておいてほしいですね。一切何も知っておいてほしいです。そう、動画編集で、まあ、お金になるんですよ。まあ、自分は動画編集が好きだから動画ずっと上げてて、今まではもう1円にもなってないんですよ。俺は広告収入も得てないし、そう、自分の趣味でやってたんで、なんかでも YouTube 楽しいと思ってたんでできたんですよ、広告収入、副業として。だからその見てる人は、まあ、別に動画してないかもしれないですけど、ちょっと走らせてくれ、動画してないかもしれないですけど、自分の趣味とかそういう何かこれをやってる時間だけは別にそのお金が発生しなくても自分は楽しいと思えるってやつを1個だけでも持っとったら、それが案外ビジネスになったりするかもしれないです。だから持っといた方がいいですよ。 YouTube はもう今1000人超えないと広告収入もつけられなくなっちゃったし、昔は全然もうチャンネルさえ持ってれば全然広告ワンチャン伸びてるみたいな。そう、チャンネルさえ持ってれば別に登録者何人でも広告入ってきたんでまだ楽だったけど、だんだん厳しくなってきたんで、あの無断転載とかが増えてきたからね。そう、だんだん YouTube の基準も厳しくなってきて、もう今1000人超えないと収益化できないし、動画の再生時間とかもあるよね、いろいろ詳しく。そう、あとこれ評価とか、だから結構 YouTube 自体で収益化するのはだいぶ今は厳しいかな。そう、でもうまく使う人もいるんですよ、その YouTube っていうコンテンツを。自分なんかやっと今1100人ちょい、1000超えるのマジですごい。だけどでも1000人までが時間すごい時間かかったんで。そう、だいぶほんまにめちゃくちゃかなり自分の好きなことだけしてたら超えるのは難しい。そう、なかなか YouTube も難しいですよ本当に。1000人行くだけでも精一杯。すごいすごい。実際今もう1100人から伸びてないんで、ずるいよね本当に。ここから結構もうここからね1100人から全然伸びなくなっちゃったし。そうなんです。そこでストップするんだ。ストップしてるんで今登録者が完全に。で実際俺初めて3日で1万5000人ついたんですよ、動画編集で。びっくりして俺それで、え、そんな稼げるって思って、割と1万5000人ついたら結構足しになるんですね、だいぶ。普通に月収20万もあるんだと思ってこれ見て、でその自分に対してそれ1万円払ってくるっていうのが俺あったんですよ、まあ、起業家なんですよこの人。ちょうど昨日会ってきて俺いろいろ話聞いたんですけど、やっぱでもこれはお金ない人にめっちゃ響くと思うんですけど、その自分になんて言うんですよね、その価値を作るというか、周りから見てもこの人は使えるっていう、まあ、疲れてたらそういう口悪いんですけど、その何か自分に技術があればそれも全然お金になりますよって話をされて、昨日トップほどお金を使って時間を有効活用するんですよ。つまり時間お金を渡して何かやってくれるんだったらそこには全然お金払いますよっていう思考があるんですよ、トップには。自分たちはまだ貧乏なんでお金もらえるんだったら何でもしやさんしますよって思っちゃうんですけど、トップと逆なんですよね。でそういう思考があるから、ぜひお金がないと困っている人は何か自分の好きなことをそれに集中してその取り組んで、何て言うんですかね、一つの技術として磨き上げてもらったら全然お金になるとは思うんです。それはちょっと俺もバカなんで話、ま、酒も入ってて話は、ま、回らないんですけど、仕方ないです、すいません。そうだ、起業家は結構普通に大学生でも起業家はいるし、若くまだ20代とかでも、うん、ほんまにやり方次第ですね、うん、何もしないってことが一番の愚行ってことは気づいて最近。とりあえずやってみたら、そう、成功するかしないかを別として、自分の好きなことやってみるのはそれはほんまにいいこと。ゲームでもいいし YouTube でもいいし、うん、自分は自分であって、その自分っていうスタイルを貫けば貫くほど自分にはブランドがついて周りに魅力的な存在になるって言ってたんで、しっかりと自分のキャラクターというかブランドを確立してほしいなと思いますね。俺もそうなんですけど、そうしなきゃいけないんですけど、会社で楽しくもない仕事を死んだ魚の年になってこなして、で朝からワンマンで会社行って働いて、それで帰ってきて寝るだけの生活繰り返してるようじゃね、本当楽しくない。なんか人生もったいないと思う。もったいない、ほんまに。やっぱ自分の好きなことをできるようにならないと、
ですよ、皆さん。一銭が言ってますよ。チャンネル登録してるでしょ。チャンネル登録してるよ。スーツさんがいい成功例ね、横木は本当に。あの人は、まさに本当に成功してる、いい例だと思う。あの人の、なんか一番その成功した、なんか、ポイントっていうのは、多分その、鉄道好きな枠と、鉄道を利用する枠、つまりまあ一般人、その一般人と、そのコアな人たち、どっちも取り込めてるから、すごい成功したのかなと思います。俺もスーツさん知ったのは、その自分も遠征してたんで、遠征するときに使う電車を調べたら、スーツさん出てきて、そう、いろいろ鉄道系、大体鉄道系と言ったら、出てくるからね、YouTube。旅行バスとかも出てくるし、普通に。そう、まさに旅行系といえば、趣味の旅行した動画をアップして、それでその旅費を稼いでるから、そうすごくいい感じで、ま、回ってる。そう、旅行してお金を稼いで、それでさらに旅行を繰り返す、理想だと思いますね。あの人は本当にもう入水してもらえるよりだと思います。自分たちより年下で大学通いながらやってるけど、もほぼほぼ本業が YouTuber なの、待ってよ、イッセさん。イッセさんはなんか副業とか始めないの？いやちょっとね、自分はなかなか、まあ、クラウドワークスはもちろん知ってた、知ってた。さすが、まあ、YouTube 出たら分かるよ、分かる存在は。やっぱね、副業でいかに稼ぐかだと思う。そう、やっぱ本業だけだとね、どうしてもしんどいから、もし見てる人が増えたら、世界人は全然金たまんないし、なんならマイナスになっていくばっかりだし、副業っていう存在をしっかり認識して、そうだね、うまいことやってるしかない。そう、うまいことやってるしかない。副業に関してはここで説明すれば、もっとうまい動画がいっぱいあるって、いっぱいある、確かに。上の検索バナー行ってもらって、そうだね、いっぱいあるけど、いつやんの YouTube 事情聞きたくて、俺は、はい、YouTube でどんぐらい稼いでるのかとか、1000人ってどんなもんなんですか。でもね、あの一応1000人から収益化はできるから、一応自分今だから、もちろん、まあ、この動画にも多分広告収入は入ってると思うし、まあ、全部広告つけてるけど、実際にこのね1000人程度の規模だと全然収益なんて入らないんで、最低8000円までいかないと振り込まれないようになってるから。あ、そうなの。とりあえず最低基準8000円まで持ってくまでは全く収益入らないから、うん、マジか。最低、そう、振込額の最低金額が8000円なんで、うん、そうだね、だから月にそんなほんの500円とか1000円か、それでも収益は入ってこないんで、そうなんだ。どんどんこう毎月毎月こう積み重ねていって、まあ、8000円まで到達した時に振り込まれる。このシステムマジでした。っていう流れになって、絶対じゃない人多いですよ。そう、なので、そう、1000人は自分と同じだから、1000人規模、1000人成り立ての人とかだったら、本当に1年に2、3回ぐらいしか多分振り込まれないんじゃないかな、金額収入。年収2万1回分ぐらい。そうですね、大体。エスさん、これからも旅行メイン。まあ多分旅行メインになるかな。旅行と、まあ、あの最近ね、よくなんか わけのわからない頭のおかしい気違い動画ばっか出してる動画がちょくちょくあるけど、基本的には旅行動画と、ああいうちょっとわけのわからない、しょうもない、ちょっと思いつきで撮った動画を出していくスタイルでいこうかなとは思ってるんで、今後も河原で寝込んでね、河原で寝込んだりはしてるんで、別にあれもやりたくてやってるわけじゃないんでしょ。そういう、たまにそういうネタに走ってみようかなっていう感じでやってる。実際全然あんなことやるようなキャラじゃないから俺は別に YouTube 稼ごうと思ってなくて、まあ、でも一応稼ぎは必要だと思ったから、その動画編集を副業にしてるんですよ今。まあ、これはいいスキルになってる。そう、だから石さんもなんだろうな、まあ、別に俺の方が登録者少ないんで、全然少ないんで、俺がアドバイスってるのおかしいんですけど、まあ、見てきた分には見てきたね、いろいろ YouTube も。なんだろうな、石さんの動画、俺はイースターワールド好きなんで、今のイースターワールドが超ね、適当にね、あの感じね、あの、流しとけば、リスヤが喋ってる感じでとりあえず、なんか何かしらの動画回しとこうかみたいな。逆に、リスヤのチャンネル登録してる人は何を目的として、確かにそうだね、チャンネル登録してるかっていうのを気づけば、本人がもっとそれに寄せた動画が撮れるかもしれないから、
その視聴者層に響いてどんどん増えるんじゃないですか。教えてください、みんなコメントで。コメント書きましょうよ、みんな見てるんでしょ。一応自分ちゃんとコメント来たら全部確認はしてる。返信はしないけど返信はしないけど全部確認はちゃんとしてる。そう、いいコメントも悪いコメントも全部読んでる、うん、逆にどうして1100人を登録してくれてるのかなっていう、それが、それを聞きたい。実は何を求めてるかっていうのをコメントに残してください。でも基本的に最近伸びたことは旅行系のメインで。そうね、AKB 出してないもん最近。最近全然出してない。もう2年ぐらい前から旅行の動画ばっかり出してるんで、大体。一つ言えることは、見てる人も分かるけど、いや、自分の手伝う楽しいことをするのは楽しいですよ。当たり前に。それは多分学生の時も社会人になっても一緒。そうだね。他に、なんて言うんだろう、ビジネスにつなげるというか、まあ、副業として稼ぎたいんだったら、それを使って副業として稼ぎたいんだったら、どうやればそれが稼げるあれになるのかっていうのを考え出したら、案外そのうまく歯車が回って自分の趣味とビジネスが直結するかもしれないです。俺の今の俺みたいに。いつはマジで金持ちだと思う、俺は。だってめっちゃ旅行行ってるもん。いや最近本当ね、だから旅行にね、行きたいところ、行きたい場所はめちゃくちゃあるのに、お金がないせいで行けてないんで、最近は。行きたいところで言うと全然、ね、お金あったら全然ね、毎週ね、毎週北海道行ったりとか全然するんですよ。毎週北海道やばい。全てやっぱりお金の問題ですよね。いや、そうよね、やっぱ全然、お金さえあればもう毎週全国いろんなところ行く、うん、広島も行ったもんね、まあ、広島もそう、8月末に行ってきたし。金ないないっていうのも使ってる俺が悪いんですけど、生活費と趣味で消えるので、どうしても、うん、生活費に消える額が大きいから。でもあ、まあ、いつはめっちゃ飲んどるやん。あとあんまりね、あんまりやっぱ飲みに行かない方がいいかも、ね、とりあえずこう居酒屋来るとやっぱダメだよ。ここに社会人して趣味でなかったら飲みに行くことしか楽さないから。趣味もあってさらに飲みにも行ってるから、うん、それもあるね、やっぱり。あ、確かにそこはね、使って。